インコンコトロロールタッチプロ電話操作電話のペアリングが完了している場合はタッチスクリーンの電話をタッチすると電話画面が開きますこの画面では最新の通話リスト連絡先のリストを確認できるほかキーパッドやオプションにアクセスしてボイスメールを利用することもできます電話帳で連絡先を検索する場合は連絡先にタッチします連絡先を選択する方法には、 リストを検索する方法と名前を入力する方法の2つがあります。リストを検索するには、矢印を使用して連絡先を上下に動かします。それ以外に、画面を希望の方向にスワイプさせることもできます。目的の連絡先にタッチして選択します。名前で連絡先を探すには、連絡先の名前をタッチスクリーンのキーボードで入力します。 文字を選択するごとに、登録済み連絡先のリストが画面に表示されます。連絡先が表示されたら、その連絡先を選択します。この方法以外にも、最新の通話リストから連絡先や電話番号を選択することもできます。最新にタッチしてリストを表示します。電話番号を入力する場合は、キーパッドを選択して、表示されたキーパッドで電話番号を入力します。電話スイッチにタッチすると、連絡先へ発信します。 通話中、電話スイッチは通話終了スイッチに変わります。通話の終了はこのスイッチです。着信したときは電話スイッチにタッチして応答します。ステアリングホイールスイッチで電話機能を使用することもできます。通話をするときは電話スイッチを押します。着信したときは電話スイッチを押して応答します。通話を終了する場合は通話終了スイッチを押します。通話中の音量は。 ステアリングホイールスイッチのプラスとマイナスのスイッチを使用するか、音量調節を回すことで調整できます。さらに、音声システムを使用してでも通話を操作できます。ステアリングホイールスイッチの音声スイッチを押すとシステムが作動します。発話したコマンドは読み取られると同時にタッチスクリーンに表示されます。ポンと発話するか、電話にタッチすると該当するコマンドのリストが表示されます。 発信音が鳴るまで待ってから、目的のコマンドを発話するか、そのコマンドにタッチします。音声スイッチを長押しするとセッションが終了します。電話システムは同時に複数件の通話を行うことができます。通話中に別の通話を着信した場合は、タッチスクリーンに通知メッセージが表示されます。新たに着信した通話に応答すると、現在の通話は自動的に保留になります。 画面には両方の通話の詳細が表示されます。最初の通話に戻る場合は、切り替えアイコンにタッチするか、画面に表示されている連絡先の詳細にタッチします。現在の通話を終了する場合は、通話終了に軽くタッチします。通話の追加にタッチして連絡先を選択するか、電話番号に発信します。着信中の通話は、統合を選択することで一つの電話会議に統合できます。 ただし、統合は解除できません。通話者の中の1人が通話を終了した場合でもその他の通話者の通話は終了しません電話会議の終了は通話終了にタッチします車両の電話からご自分の電話のボイスメールにもアクセスできますオプションボイスメールの順にタッチします初めてボイスメールにアクセスするときは画面に表示されたキーパッドにボイスメールの番号を入力して サービスを車両にセットアップする必要があります。この操作を完了すると、ボイスメールのメッセージを確認できます。この機能の詳細やその他の機能については、取扱説明書をご覧ください。ご不明な点については、ジャガーランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。